まるで超大作の映画が始まるかのよう凝りすぎの PR 動画です青屋弥生人の面影を伝える人々が全国から今青屋の地に集結する鳥取県が弥生人のそっくりさんナンバーワンを決めようとしています でもどうしてこんなことを始めたのでしょうか鳥取市内にある青谷上地地遺跡出土品の保存状態が群を抜いて良いことで知られる弥生時代後期の遺跡ですここで発掘された頭蓋骨をもとに当時の男性の顔を復元その顔を去年10月に公開すると たたちまちまま大反響を呼びましたその辺にいそうな顔っていうのがあの多くの人の感想だったんじゃないかなと思うんですけれどもこの顔だったらそっくりな人が、まあ、日本全国にいらっしゃるんじゃないかということで、まあ、そっくりさんを募集したわけなんですけれども。というわけで弥生人のそっくりさんに名乗りを上げた215人のうち最終候補に残っているのがこの10人というわけです。 審査には AI も使われましたちなみに復元した弥生人の名前も同時募集こちらはすでに青や上次郎と決まっていますその名前とそっくりさんへの応募数は合わせて841件弥生県できすぎた話だとこれも話題になりました 絶対これあの作為的やろうとちょっと突っ込まれますけど全然そういうことはなくてですね他分けてみたらまあということでさあどの人が弥生人に一番似ているのでしょうか町の人は高田さん上の人じゃないかな目の辺とかがちょっとこの人ですねあこの人髪の毛とひげと目 かな僕一応医師なんですけど10人以上に聞いてみたところ <laughs> ざっと8割のの人がこの男性を選びました街の人から多くの支持を受けた有力候補は一体どんな人なのでしょうか はい、よろしくお願いします、はいはい。よろしくお願いします。あれ？写真とはだいぶ違うような。大阪柏原市に住む会社員吉田昌弘さん35歳。弥生人というより令和のイケメンパパです。では、この吉田さんが一体どんな風に変わるのでしょうか？ 今年になってから一回も髪の毛着てないんでねこだわり1これまではカツラの力を借りて似せていましたが本番は地毛で挑むということです妻の志保さんにも手伝ってもらい青や上次郎に極限まで似せていきます もしかしてひげもそれ用に <laughs> そうですそうですもうそんな営業マンらしからぬ風貌になっていってるんでどんどん会社にもすいませんって言って <laughs> こだわりにひげも生やすコンテストに出場することを伝えている得意先の評判は上々だそうです最後に眉毛を整えて完成。 なんということでしょうメイク時間およそ5分でイケメン営業マンが弥生人に大変身ですその弥生人いや夫を間近で見てきた妻は恥ずかしい恥ずかしいかな旦那が恥ずかしいと <laughs> まあ当日もあのまあメイクと <laughs> 髪の毛のセットも手伝うのでグランプリ取れるように応援しています。友達に勧められて今回応募した吉田さん。復元されたっていう顔がニュースになった時に、もう友達からすぐに、おら吉田おるやんって言うのでね <laughs>、すぐ送られてきてて、で僕も見て、あ似てるなっていう話をしてたんです。しかし。 弥生人により完璧に近づくには、ある弱点を克服しないといけなかったのです。もともとちょっとぽっちゃりしてきてたんで、あのそれで選ばれたときに。あの本番当日までに。ちょっとね、あの弥生人って太。太ってはないやろと思って。こだわり三。肉体改造。 当時の人はもっと痩せていると思った吉田さんは筋トレをし、およそ四ヶ月で五キロ減量しました。十名に選ばれたからにはね、もうグランプリ取れたらと思ってるんで、まあもちろん周りの方とかすごい似てる方ばっかりなんですけれども、その中でも自分が一番になれるように頑張りたいと思いますんで。はい、グランプリは誰の手に決戦は。 今週末28日土曜日です。